はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学1年生の英語確認テスト ② B 動詞編をお送りします。で、これで2回目の確認テストとなります。で、今回もね、ここまで勉強した内容を全部ね、復習するための問題10問ありますので、ぜひね、1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部答え埋めていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずですね、まあ、ここね、確認テストの2回目やってるんですけど、まあ、B 動詞編っていうタイトルがついてるじゃないですか。で、なんで、まあ、ここでね、B 動詞編のテスト入れたかっていうと、この次の動画から、もう一個の動詞、一般動詞がついに始まります。で、まあ、中学の英語ね、いろんなこう、なんだろう、落とし穴というか、つまずくポイントがあるんですけど、まあ、中学校入って、一番大きいがつまずくのはそこなんです。B 動詞と一般動詞の使い方が混ざるんですよ。だからそのためにも、まずここで B 動詞をどうやって使うのかなっていうのを定着させてもらって、次に行ってほしいっていう願いを込めてね、今回このテストを作らせてもらいました。では早速行きましょう。まず、彼はあなたの友達ですか？となります。で、まず主語彼はなんで、使うものは he だなと思ってください。で、he にくっつく B 動詞は is ですよね。だから he is を使おうと。ただ、彼はあなたの友達ですかって疑問文になってるから、B 動詞、疑問文で使うときは、B 動詞が前に出てくるんだよね。つまり、he is だったのが、is が前に出てくるから、is he となります。is he って。で、あとは、これフレンド、友達ね。まあ、もともとあるから友達切っておいて、彼はほにゃららですかも今書きましたと。じゃあ何が残ってるって、あなたのが残ってるんだよね。あなたの友達。あなたのは、これ、you are だったね。だから、is he your friend? ってなることによって、彼はあなたの友達ですかが書くと、完成することができます。で、それを答えましょう。まあ、うん、そうだよって。まあ、いつもはね、はい、そうですなんですけど、まあ、テストによってはこういう会、本当にね、一般的な会話みたいな。言葉で出てくることもあるんですけど、はいの方で答えたいので、yes。で、yes の後には必ずカンマを入れると。で、he で聞いたら he で答えることができるので、yes, he is。忘れずに、ピリオド。これで OK です。で、一応ね、ノーバージョンも書いておきましょう。違うよって。まあ、友達ですかって違うよって結構悲しい会話ですけど。no, he,で、no の時は、not を使うから、no he isn't。まあ、もちろんね、no he is not 書いても OK ですけど、まあ、単純形の方がいいかな、個人的にはね。まあ、こうなります。いいかな。で、3番。次は、これはペンではありませんと。で、もともと、あ、ペンが書いてあるから、もうペンは書いてあると。で、残ってるのが、これはほにゃららではありません。これはっていうのは、this。これですよね。で、this にくっつく B 動詞は、is ですよね。ただ、これ、ありませんだから、否定文なんだよね。否定文っていうことは、not を使うでしょうと。つまり、それを入れていくと、さあ、this。で、もしね、棒が3つあったりとか、あと自分で作っていいようだったら短縮しなくてもいいんですけど、this is not を入れることができないので、短縮した、でしょうかね。isn't を入れて this isn't a pen ってすることによってこの答え完成となります。で、今回ちょっと右側が空いてるんですけど、 B 動詞って3種類あるじゃないですか。で、その中でちょっとまとめていきましょう。せっかくなんでね、 is で一応全部書いておくか。am とちょっとバランス悪くてごめんね。 B 動詞はこの3種類です。is, am, are です。で、一番使うのは is です。is。なぜかっていうと、この B 動詞っていうのは主語によって使うのが分かれるんだよね。例えば、he だったら is なんだよ。つまり、he は絶対 is を使うと。では、this も is でしたよね。ちょっと下に行っていいですか。おっと。this も is だと。この種類が一番多いんですよ。この3つの中で。
そう。だから、まあ、イズがね、一番、なんだろう、よく出てくる形にはなるんですが、ちょっとそこまとめていきますね。で、次が、あれは何ですかと行きたい。あれなので、使うのはザットだと。で、ザットにくっつく B 動詞はイズです。イズ。ただし、今回のポイントはこいつだよね。何がいるんです。何。で、何っていうのは、what です。what。で、ポイントでやりましたけど、what っていうのは文の最初で使います。基本的にはね。だから、what を先に入れましょう。what。で、what の後ろ、あとね、that と is が残ってるんですが、what の後ろっていうのは疑問文の順番で書かなきゃいけない。だから、疑問文をこれで作ろうと思ったら、B 動詞が前ですよね。さっきと一緒です。質問したかったら B 動詞が前に来るんです。なので、that is ではなくて、what is that。この順番になる。で、忘れずにクエスチョンマーク。まあ、このね、what が出てきた時にはもう丸暗記でいいよって、what is that? What is this? はね、丸暗記でいいよって話をしたんですが、まあ、一応厳密に言うとこういう形になります。で、ちなみに、what is は短縮することができるので、ちょっとごちゃごちゃしてごめんね。What's that? これでももちろん OK です。まあ、どっちでもいいんですけどね。まあ、基本的に両方覚えてもらえるとありがたい。What is that? あれは何ですかとなります。で、答えましょう。猫だよっていうね。で、これのポイントは、まあ、that とか、まあ、this、これ、あれね。これとあれで質問したときは何で答えるのって答えるときは it を使うんだよね。it を使う。で、it にくっつく B 動詞は is です。これも。だから、短縮しなければ、it is a cat でいいんですけど、棒が一本になってるんで、短縮したもの。it にアポストロフィー s。it's ですね。it's a cat っていうことで答えることができます。なんでこっち付け足しておきましょう。今出てきた that も、is だし、it いけるかな。it も is がくっつきます。では6番。彼女は私の先生ではありませんと。主語、彼女ですね。彼女なんで、C です。で、C にくっつく B 動詞は is です。だから C is かなというね、まず予想で言って、ただ、ありませんなんでね。ありません。否定文になってる。だから、not が来るだろうと。She is not ですね。で、そのまま、あ、OKOK、3本あるしって感じで、She is not teacher。って行きたいんですけど、そうするとね、ティーチャーがもともといるから先生は OK です。で、she is not と書いた場合、彼女はほにゃららではありませんは OK なんですが、私のが残ってるんですよ。そう。だから she is not teacher だと、まあ、彼女は先生じゃないよみたいな言い方になります。基本的には。まあ、青を入れた方がいいんだけどね。だから私のが入ってないと。で、私のっていうのは、さっき書いちゃうとここに、my が入ります。my teacher。私の先生です。your friend あなたの友達です。だもしここが your だったら your teacher あなたの先生みたいな感じになるんですけど、ってことで my を使わなきゃいけないからこれ2本しか残ってないと、じゃあ短縮しようっていうことで she で、まあ is not をね短縮しましょう。 she isn't my teacher。 これで彼女は私の先生ではありませんとなります。で、出てきましたね。C も is がくっつくと。もう今、今のところ is だけだからね。で、次が、あなたはケントですかって。ね、あなたは、これは、you ですね。あなたは you。で、you にくっつく B 動詞は、are ですね。you are です。you are。ただ、今、あなたはケントですかって質問をしてるので、B 動詞が前に来なきゃいけない。つまり、B 動詞である are。これが先に来て、こうなる。最初の大文字、忘れないようにね。で、you が後ろに来て、are you Kent? ってなります。あなたは Kent ですか? Are you Kent? で、答える。いいえ、違いますと。間違っちゃったんだね。人間違いです。で、いいえなんで、no で答えます。no。で、あなたはほにゃららですか?って聞いたとき、答えるときは I を使います。まあ、あなたって聞かれたら、答える人は私って意味だからね。答えるときはね。だから、no。ちょっと短縮形って書いちゃいますね。No, I'm not。まあ、No, I am not でも構わないんですけど、No, I'm not。これで答えることができます。
で、ちょっと入らないかもしれないんだけど、Yes バージョンは、Yes, I am と。もし、はい、そうですだったらね、Yes, I am と答えてください。つまり、出てきましたね。B 動詞 are のつくものは You です。You。で、am も出てきました。am がくっつくのは I なんです。はい。おそらく今んとこ出てきたやつはほとんどこれで、補えてると思うんですが、ちょっとここで一回確認します。I、am がくっつくの I です。I, am。で、もうこれしかないです。そう。I と am はもうここしか出ないの。ここでしか使わないから。もうセットで覚えちゃって OK。で、you, are ですよね。are も you しか今んとこ出てこないんですが、are に関してはこれから出てきます。are を使う主語はね、他にも出てくるんで、今の段階では you, are だけ覚えておいてください。で、is はいっぱいですね。he is, she is, this is, that is, it is といっぱいあるんですが、まあ他もいっぱい出てきます。例えば、人の名前。まあ、Kent ありましたね。Kent is みたいな。Kent はほにゃららですって言いたかった時も、Kent is になります。そう。だから、is はいっぱい出てくるんですが、それは出てきた時に新しくね、みんなの情報を更新していけばいいので、今の段階ではこれを、頭の中に、ね、使うもののペアを覚えておきましょう。で、9番は前回の動画かなでやった、今何時ですかってやつです。で、何時って、あ、まあ、決まり文句でね、全部覚えちゃってもいいんですけど、何時って聞きたい場合は、スタートが、ちょっとインク薄くてごめん。What time です。これで何時になります。で、後ろが、まあ、変えちゃいましょうかね。What time is it? で、これだと、今が抜けてる何時ですかって聞きたかったら、What time is it? になります。ただ、今っていうのが入ってるときは、最後に、ちょっと曲がった。よいしょ。Now! で、クエスチョンマークね。をつけて、What time is it now? って聞けば、今何時ですかとなります。まあ、これに関しては決まり文句で覚えてもらっても構わないんですが、What time? これが何時って意味になることは覚えておいてください。別でね。で、ラスト、3時ですと。時間を聞かれたとき、答えるときは、it's を使います。it's。で、3時って言いたいんで、3、数字の3を入れると、3は、three です。3です。3。で、前回かな?結構3間違えやすいよなんて話をしたんですが、結構、まあ、これだけの間違いじゃないんですけど、これと間違ったりする子がいたりする。印象的には。これ、トゥリーね。木ね。あの、クリスマストゥリーの、トゥリー。だから、ま、これと、まあ、厳密にこれだけではないんですけど、結構スリー間違いやすいんで、気をつけてください。で、時間を答えるときに、3時ぴったり、7時ぴったりみたいな。まあ、ぴったりで言うときには、その数字の後ろに、o'clock をつけるので、これで、it's 3 o'clock で、3時ですと。答えることができます。いいかな?はい、という感じで、まあ、ここまでのね、動画の内容全部は補ってはないんですが、まあ、B 動詞をちょっと抑えるっていうところをちょっと中心にして今回ね、問題作らせてもらいました。はい、という感じで、まあ、次回から一般動詞始まりますので、ぜひここまでの内容を復習してもらって、OK でそこそこできるようになったと思ったら次の動画進んでもらえたらと思います。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。